こんにちは、水木セレナです。セブンスシークエンスでは、経営者様サポートと、あと芸能関係の方を主にサポートさせていただいております。もちろんいろんな方やらせていただいております。この活動をやろうと思ったきっかけを教えてください。はい、芸能関係の方に関しては、昔若い時に芸能関係の、お仕事というかオーディションとかを受けてたことがありまして、でその時にやっぱり自分がどうしても受からないなっていう時期がやっぱり当然あったんですけども、いろんなことを勉強してきて、今だったらどうすれば、どういうあり方でいれば自分があの時オーディションに受かることができたとか、あの仕事をゲットすることができたなっていうことが分かるので、それをこれから、芸能界とか、女優さんとか目指したい方にお伝えできればなっていうふうに思いました。経営者様サポートについては私も会社員経験が長かったので、その時に経営者の方とか、あと社長と一緒に仕事をさせていただいて、伝えたいこととか、あとこうすればよかったのになって、その方を否定するのではなくて、もっとこう生かせばいいのにというところが外から見えるところがたくさんあったので、そういうところをお伝えしたいなというふうに思ってサポートさせていただきたいなと思いました。講師力を学んだ時はどんな思いを感じました か？ なんか今までいろんな勉強してきたんですけども、最初に学んだ時は、その奴隷でもない全く新しいというか、本当にハウトゥーではなくて、こんなに楽に簡単に自分の思いを体現できるというか、願いを叶えていくことができるんだっていうことにまずすごく驚いて、のめり込むように学んでいったのを覚えています。はい、セレナ先生はそれこそ今まで心理学だったり他のお勉強もたくさんされたとお聞きしておりますが、その中でも講師力は違ったものだったということですかね。そうですね、それぞれいろんなものを長く勉強したりしたことはあったんですが、やっぱどこかで飽きが来てしまうとか、もうここまでが限界だよねっていうものがすごくあったんですけども、講師力に関してはもうまだ終わりがないっていうか、これから自分のことも含めどこまで続くんだろうっていうぐらい可能性を秘めてると思いますので、これは本当に多くの方に知っていただきたいと思っています。ありがとうございます。お聞きした話によると、セレナ先生は東京だけではなくていろんなところでセミナーをしているとお聞きしておりましたが、最近はどこでセミナーを行われましたか？最近はついこの前に、広島の方に行っておりまして、講師力のまたさらなる進歩したところをお伝えしたりして、でまた参加者様が前回来てくださった方が、何人かいらっしゃいましたので、その叶ったこととか、そういううまくいってますっていうことも声を聞くことができて、とてもなんか楽しくさせていただくことができました。はい、今後はこの地域でセミナーをやってみたいと思われる場所がありましたら教えてください。はい、まだまだ行きたいところはたくさんあるんですけど、今すごく思い浮かんでいるのは東北に行きたいかなと思っています。私も東北出身なので、東北の方には本当にいろいろ伝えていきたいなっていうふうな思いは個人的にとてもあります。はい、待っていてください。はい、それでは最後に、水木セレナ先生のセッションを受けたい、興味がある、そんな方に向けてぜひメッセージをお願いいたします。はい、私は経営者様サポートとか芸能関係者様っていう風に枠を作っておりますけれども、どんな方が来ていただいてももちろん大丈夫ですし、こんなこと言ったら恥ずかしいとか、こんな夢はもう誰にも言えないっていうことでも受け止めたいと思ってますので、ぜひ私のところに来ていただければお話を伺いたいと思っています。なので楽しみにしていますので聞かせてくださいね。はい、ありがとうございました。水木セレナ先生でした。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。